考え方が変わりました。I have to be independent. So, when I overthink, I have to think of a solution for myself. So instead of just going onto an endless path, I'm able to choose the right path now. I learned how to make better decisions. And なんかみんな自身でなんか尊敬するところがたくさんあって、日本人だから外国人だからとかそういうことじゃなくて、インドラは基本人に優しいんですよ。誰にでも優しいんですよ。まずは部活動に積極的に参加してほしいなと思います。同年代の子たちとの交流を大事にして、実際何か一つの目標に向かって取り組んでいくという経験をしていただきたいなと思っています。また積極的にこう外に出ていくことを、積極的に出歩くこともしてほしいなと思っていまして、またそれを生徒が説明して歩ったことによって、その生徒たちももう一回自分たちの住んでいる地域を見直すきっかけにもなっていると思ったので、積極的に同じクラスの子たちとか、と出歩いてほしいなと、地域の中でちゃんと育っていってほしいなと思います。やっぱりとにかく意欲的な子どもにこう来ていただきたいと思います。前向きに何かいろんなものにチャレンジしようとする、その意欲を持った生徒がやっぱり一番なんですかね、来てほしいと思います。とにかくやっぱ気持ちがないと続かないでしょうし、やっぱりとにかく前向きに何でも頑張れる子、そういう生徒さんに来てほしいなというふうに思います。